はいどうも、フラグです。今回はですね、のぎこい、はい、ちょっと今やりたいなと思ったんですけど、正直のぎこいって動画にするの難しい、ガチャも別に、もちろんね、絵も可愛いし特効もあるんですけど、そんなに言うて弾けないと。僕はあんま弾いてないんですよ。やっぱアイテムを買った方が割とね、イベント効率はいいんですよね、のぎこいに関しては。もちろんガチャ引いて当たればね、めちゃめちゃいいんですけど、当たんない可能性の方が高いので、やっぱりね、こうやって今で言うと、このペンライトがやっぱり大事なわけですよ。ガチャ、本当はガチャ当てて、ガチャで当てて、ペンライトをいっぱい買ってやるのが、間違いなく上位取れるんですけど、それにはほぼほぼ課金が必要だというふうになるんですね。はい。なので、ガチャ動画は別に、そんなに撮れないし、かといってイベントも、今これやってるんですけど、基本もう作業芸に近いんですよね。作業芸に近いので、これも別に撮れないと、感じですね。でやっぱ基本ね、メインでやりたいのはやっぱストーリーじゃないですか。解放イベントストーリーの解放がやっぱり一番でかいところを占めてると思うし、あとは彼氏イベントでの個別のストーリーの解放、やっぱその辺がね、まずは一番このゲームの醍醐味になってくると思うので、なのでここでちょっとね、これちょっと皆さんにね、はい、聞きたいのは、僕基本最初からやってるので、2016年からイベントは基本的に全部開放してあるので、もし何か見たいストーリーがあれば紹介したいなと思ってます。はい、紹介したいと思ってます。こんな感じでね、めっちゃあるわけですよ。懐かしいな、ほんとこの辺はほんと懐かしいな。こんな、そっかそっか、曲リリースのたびにオリジナルのイベントストーリーがあったり、あとは季節ごとのストーリーがあったり、あと動画付きのストーリーがあったり、これも確か動画付きだった、ムービーが付いてますね、ムービー付きの感じ。ちょいちょい開放してないのもありますね、ムービーに関しては。あ、やべ、あー、まあいいや、こんな感じで、ストーリー、メインストーリーとかは基本的には全部解放するはずなんで、もし何か見たいストーリーがあればコメント欄とかで教えていただければ、はい、そちらね、流していきたいと思いますので、ぜひお願いします。どこまで見たっけ、結構イメージ残ってるのもありますね。
はいとですね、こんな感じで、はい、全部一応開放してるので、ぜひ見たいストーリーがあれば教えてください。はい、出していきたいと思います。まあ、序盤の、まあ、最近のはさ、割と、まあ、復刻というか再回収できるようなイベントもたまに来たりしてるんですけど、序盤のほんと最初の頃のイベントって多分最初の頃やってなかった人は多分回収できないと思うので、ぜひね、ほんと結構レアになってきてるのかなと思いますね。はい、ぜひ行ってくだされば出していきたいと思います。はい、まあ、あと軍団か、軍団一応ねあるのではい、ぜひ入っていただける方は入っていただきたいなと思います。はい、まあ、軍団員に関してはそうだな、1ヶ月ぐらいログインしてなければ切らしていただくと思いますんで、はい、その点はぜひご了承いただきたいなと思いますけど、まあ、ぜひ軍団入っていただけると嬉しいです。はい、こんな感じですかね。うん、はい、ということで、まあ、今回は乃木恋、まあ、やってみたというかちょっと乃木恋について話してみましたけども、はい、ぜひ何かありましたらコメントよろしくお願いします。そして、うん、軍団も入っていただけると嬉しいです。はい、ということで今回は以上になります。はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画もよろしくお願いします。ありがとうございました。